こっちでお願いします。ごめん、進んでます。オリンピックは生で見たことがなかったので、とても面白かったです。鹿島でオリンピックが開催されるなんて思いもしていませんでした。人が少なかったんですけど、私たちだけが応援できると思って精一杯応援しました。